どうして靴底減るのかな、お外を歩くと。はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人のスバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回もドクターマーチの靴の動画を上げていきたいと思うんですけども、今回はですね、ドクターマーチのこのここかかとの補修になります。結構ね、自分もドクターマーチンヘビロテしてるんで、かかとが結構減ってくるんですけれども、これね、買った時に店員さんにも聞いたんですけれども、これ正方的にグッとやめると正方っぽいんで、これソール変えられるんじゃねえかなと思って、店員さんにこれマーチンソール変えられるんですかって聞いたことあるんですよ。そしたらですね、ソールは変えられないって言うんですよ。ただこのソールがめちゃめちゃ頑丈なんで、そうそう変える必要性っていうのはないんじゃないかっていう風に言ってたんですよ。ただ自分結構激しく使ってて、あと歩き方あんま良くないんですよね。結構外側が減っちゃって、まあこれ履いて8ヶ月9ヶ月ぐらいになるんですけども、結構ソール減っちゃったんですよね。でソールは交換できませんってショップの人がそう言うんで、まあできないっていう風にまあ捉えておきましょうということで、でそのできないとなったら、ソールが減ったら僕らはどうしなきゃいけないのかっていうと、丁寧に履く、履く頻度を減らす、そう、自分で直しちゃおうってことなんですよ。さあそこでですね、そのマーチンソールを補修するってなると、じゃあ何が必要なんだって話になるんですけれども、もう必要なものはこれ一つで大丈夫なんです。さあこちらでございます。じゃん、シューグーでございます。スニーカー好きな方とかならよく知ってると思うんですけど、こちらシューグーっていうのはですね、靴底補修剤になります。でもうこの使い方はもう簡単、靴底の減っているところにこの補修剤を入れて固まるまで待つ、もうそれだけでございます。さあそれではこちらの補修剤、早速マーチンに使っていきましょう。はい、ということで、用意するものはまずこちら、シューグーでございますね。こちらあと白と黒とこのナチュラルっていう色があるんですけれども、今回ですねマーチンソールの色に合わせてナチュラルのものを用意いたします。はい、そうしましたらまずシューグーに付属しているヤスリで補修剤を塗る靴底に粗めをつけましょう。シューグーをつける面に傷をつけることでシューグーが剥がれにくくする、そういう効果があるんですね。こちらのソールっていうのも事前に石鹸をつけて洗っておくようにしてください。なぜかというと、油分がこのソールに残っているとシューグーが後で剥がれやすくなってしまうんですね。なので油分をしっかり取り除くために石鹸をつけてソールは洗うようにしてください。はい、でこちらが100均で買ったまな板でございます。ポリプロピレン製のまな板でございます。こちら何のために使うかというと、このシューグーを塗るときにシューグーの補修剤が普通のソールからはみ出さないように型を貼り付けるんですね。でその型を作るためにこのポリプロピレン製のまな板を使います。さあそれでは早速やっていきましょう。さあまずこちらのまな板を、ちょうどいい大きさにカットしていきます。はい、でカットするサイズなんですけれども、ちょうど靴のかかとを覆えるぐらいの長さがあると嬉しいの で、これそのまま横にカットしていきましょう。はい、カットし終わりました。でこういったですねプラスチックっぽい素材のものならファイルとかで代用される方もいらっしゃったりするんですけれども、自分はこういったまな板を使った方がいいと思います。なんでかっていうと、このシューグーって固まるときにですね少し収縮するんですね。でクリアファイルだとこうやって乗せた補修剤が収縮したときに、ここのところがですねちょっとぐちゃっと中にめり込んでしまったりするんですよ。なのでそういったクリアファイルよりも硬いこういったまな板を使うようにしています。ということでこちらを靴に貼り付けて型を作っていきましょう。はい、そうしましたらあとはシューグーをこの中に絞り出していきます。はい、こうやって絞り出したらヘラで形を整えていきます。でこれ塗る時なんですけれども、結構モリッと
塗っちゃってもらって大丈夫です。というのもこの修具っていうの固まるときに大体4分の1か5分の1ぐらい収縮するんですよね。なので結構多めに塗っちゃってもらって大丈夫です。でもし修具が多すぎても後でハサミでカットしたりとか削ったりっていうのはいくらでもできるんで、なので結構思い切って多めに塗ってあげてみてください。さあ見えますかね、大体こんな感じになります。このぐらい思い切って塗っちゃっても大丈夫です。はい、ということでこういう形で補修剤を塗り終わったらとりあえずこのまま24時間待ちます。さあということでさらにあれから丸2日放置したものはこちらになります。さあ早速どんな感じになったか開けてみましょう。それでですね、こういったようにソールからはみ出してしまった部分はこういったハサミとかで切り取ってください。それでですね、場合によってはですね、こういうように穴が開いてしまう場合があるんですけど、こういった場合はですね、またこの上からさらに修具をこの穴の中に入れて補強するようにしてください。さあそれでは、補修の過程が全て終わりました。さあ一応ですね、こういう感じで一応ですね、こういった形の補修になるんですけれども、結構ですねソールの色と違ってこれ目立っちゃうんじゃないかっていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、だんだんとこの補修剤が汚れてきてですね、このマーチンソールと似た色に変わってくるんですね。ですね、こちらが、補修をしたマーチンを1日履いたものになります。見てください、いかがでしょうか。補修をした直後と比べてですね、修具の部分が汚れてマーチンソールと近い色に変わってきていると思います。こうなるとですね、補修をした直後と比べると少し修具が目立たなくなってくるんじゃないかなと思います。さあということで、修具さえあればですね、かかとの補修っていうこともできますので、ぜひドクターマーチをお持ちの方、そしてかかとがかなりすり減ってしまった方、ぜひ一度こちらお試ししてみてはいかがでしょうか。さあ本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。靴磨きっていいなと思った方はこちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は下にあるツイッターで告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それではチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。